長引くコロナ禍の中、地域の人たちを笑顔にしたい。夏休みを利用して大人たちに感謝を伝えようと頑張った松山市内の小学生たちの姿を追いました。夏休み最終日の先月31日、松山市のスーパーで子どもたちが買い物客に配っていたのは、本日は二部第二小学校です。いつもコロナの感染予防をありがとうございます。裏にポスターとステッカーがあるので、もらっていただけたら嬉しいです。手作りのメッセージカードとステッカーです。コロナ禍で地域のために働く大人に感謝し、さらに感染対策を呼びかけようと、小学生たちが自らアイデアを出した取り組みなんです。あ、こんにちは。夏休み中の小学校に子どもたちがやってきました。松山市の三部第二小学校では、去年10月、児童の有志が集まり、地域の清掃活動をしたり、医療従事者に感謝を伝えたりする活動をスタートしました。グループ名は三部2サンクス絆です。コロナ禍でも笑顔で働いてくださっている地域の人とか、前向きに活動をする、大人たちに感謝の気持ちを伝えようと思ったからです。どうせやるなら人を笑顔にすることをしようっていうんで、今年度松山市から補助金を受けるなど、本格的な事業として活動を始めたメンバーたち。この日は新型コロナの感染者やその家族への差別をなくそうと呼びかけるステッカーのデザインを考えていました。なんか全年齢対象にするんやったら、可愛いキャラクターを通して伝える。そうやねんけどさ、今思いついたのが、花言葉ってあるやんか。朝顔やったら、儚い、来い。そういう感じ。で、なんか協力みたいな感じの、花言葉の花を、なんかに顔とかをつけて、花言葉がでキャラクターを作るみたいな。花言葉に思いを託して、完成したステッカーには、協力のバーベナに、いつも元気なポーチュラカ、固い絆の朝顔と、子どもたちが知恵を絞って生まれた花のキャラクターが描かれています。自分自身も興味を持てるし、なんか自分の塾の先生とか期待をしてくださってる方々がいるからです。いろんな人のためにこうやって活動するのが、とても真心がある活動だなと思います。一方、こちらのグループは感染対策を呼びかけるポスター作りの真っ最中です。なんか犬みたい。足はなんかね、犬する。犬、ここが耳で、鼻のツーンとした。あ、上向いとるってこと？上向いとる。あ、どうやら愛媛県の形を犬に見立てて、オリジナルキャラクターを生み出すようです。これいいかな。おー、いいよいいよいいよ。どうしてやろうと思ったら、貸してもらってもいいかな。楽しそうだね。6年生になってから、私、気学部入ってるんですけど、気学の練習がなくなって、コロナでちょうどいいのがあったので、やってみたいなと思ったからです。コロナでなんか子どもたちがなんかできることとかなくなってるけど、なんか旅行とかたくさん行ってる人がいるので、なんか控えてほしいみたいなことを。うがいをしっかり、感染予防、マスクの下もいつも笑顔で、あいうえお作文に思いを込めた手作りポスターは、農協や市役所の秘書など、三部地区を中心に50カ所以上の施設に配られ、小学生たちの声を届けます。
たくさんの方々に感謝の気持ちを伝えられてよかったなと思います。こういう感謝の気持ちを込めて、渡すことで、まあ、コロナがちょっとでも収まったらいいなみたいなと思います。僕らの幼少期も思い出すと、まあ、果たしてここまでこういったことが考えて行動できたのかなって思うと、ものすごく今の子は、考えて行動しているなというふうには本当感じます。地元に根ざした、まあ、スーパーを目指しておりますので、ものすごく、感激しております。みんながこんなに協力的に今日来てくれるって聞いたら、もちろんって言ってくれる仲間が増えたので、みんなで協力して地域の人を笑顔にしていきたいなと思ってます。地域を思う子どもたちの感謝活動は、コロナ禍を生きる大人たちに優しい気持ちを届けます。なんか子どもたちの方が大人の思いをちゃんとこう汲み取ってくれてるような感じもしましたね。本当に考えて、こう自分たちも制約がある中で地域のために、人のためにって、私たちが学ぶことが本当に大きいなと思いました。